とも、メデューサっす。地元の北海道三笠市の空き家問題を解決したくて、空き家再生のノウハウを学んでいたらコンサルが実は詐欺グループで、素直に従っていたらリフォーム屋さんが倒産して前金持ちにて、リフォーム未完成の空き家のみ残されたっす。現在コンサルグループに裁判を仕掛けている投稿者っす。その上リフォーム業者に前金を持ち逃げされて大損害っすよ。嘆いていてもしょうがないんで、残された物件を見ていくっすよ。場所は、北海道三笠市高見町4番地20。上下水道も接続していて、4LDK です。未登記建物なんで、78.57平米と台帳にはありましたが、多分それ以上あるっす。綺麗で広いお玄関っすね。右手は広めのリビング、煙突式ストーブ付き。産地物そのまんまの6畳和室、ささやかなものは片付けてくれたみたいっすね。次に、キッチン、謎の位置に洗濯機、移動をお願いしていたんすけどね。これは新品、ガス給湯器、レネサンス北海道さんに取り付けてもらったっす。本当はここに洗濯機をつけてもらう予定だったっす。お風呂はタイル張りで、一坪はあるかな。本来は、壁を貫き通させてお湯配管と合わせてシャワー付き混合水栓にする予定だったんすよ。投稿者はここで肩を大きく落としたっす。次に、1階和室に。お布団ぐらい捨てて欲しかったっす。そして開かなくなったランド、壊れたっす。おトイレ、ここは綺麗っすね。次に、2階を見ていくっすよ。ここも和室っすけど、剣の追撃で煙突が破壊されたっす。補修も終わっておらず、泣きが入ってるっす。ああ、きちんと追加料金を支払いしてるんすけどね。気を取り直して、2階和室に、6畳っすね。ここから屋根裏に侵入可能っす。結構広くていい感じっすよ。以上で物件の紹介は終わりっす。敷地が350平米もあり、家庭菜園の雪捨て場もバッチリ。三笠の中心部の近く、アクセス抜群。また、お家賃も格安の4万5000円。このままの状況で借りていただけるなら、お家賃を3ヶ月間半額にするっす。よかったらぜひ借りてやってくださいっす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いするっすよ。